それでは参りましょう。シロップのコント二人組のスパイ。おい、あ、大丈夫か。相棒、相棒撃たれちまったじゃないか。くそ、なんとか祖国に帰ってもう一度家族に会いたかったが、どうやら無理みたいだ。今までありがとうな。おい、しっかりしろ相棒。相棒、くそ、守ってやれなかった。あとさ、あ、生きてた、生きてた。あの今までお世話になりました。あ、よかった。あ、おい、しっかりしろ相棒。相棒、あとね、いや、生きてた。全然死なないね。あの頼みがあって。あ、頼むよ、何でも聞くぞ。妻に渡してほしいものがある。奥さんに。分かった、命に代えてでも絶対渡す。あ、絶対に渡すからな。ちょっと起こして。あれ手紙を書いたんだけど、ない。いや、どこやったの。大事な奥さんに渡す手紙でしょ。くして、ここのポッケに入れたと思ったんだけど。あ、じゃあこの上はこれ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 飾りのチャックだから開かないやつ。飾りか、これ。どこ行ったんだ。どこにしまったんだよ。大事なやつだろ。あ、ここはこのお尻のここここ。そのポッケはお財布しか入れないとこだから。お財布か。あれ、どこだよ。もう、なんだろう。大事な手紙だろ、奥さんに渡す。あ、いや、死ぬな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 。渡せよ、渡してから死ね。渡してから。それ奥さんに絶対渡すから。あった、これを妻に。あ、よし、命に代えてでも渡すからな。かわいそうに血で真っ赤に染まっちまってる。あれ、何にも書いてねえな。ああ、いや、生きてた。赤ペンで書いちゃった。いや、何やってんの。ああ、真っ赤に染まってるかも。何も書いてねえじゃねえか、バカ野郎。いや、死んじゃった。いい加減にシロップ、どうもありがとうございました。我々ね、こういう吉本の芸人っていろんなお祭り会場にお邪魔しまして、うんうん、で、結構ネタとかやらせていただくんですけども、うん、ちょうどね、こうネタをやるお笑いステージの後とかによくあるのが歌謡ステージで、うん、はい、演歌歌手の方とかが来て、でそこで歌を歌ってみたいな、うん、そういうお祭りのパッケージになってることが多いんですよね。ありますね。そう、うん、で、この夏ですけれども、うん、まあ、僕らがネタをやりましたと、はいはい、でその後に、まあ、演歌歌手のある有名な方が出番ですということで、ま、ね、禁断ですか、ね、禁断ですけどね、はいはい、で、まあ、出てこられて、うん、まあ、歌ってるんですけれども、サビのところで、はいはい、なーと、ね、と歌ったんですけど、聞かせたところね、はいはいはい、照明がものすごい焚かれてるもんだから、はいはい、の口にマイマイガがパッて入っちゃって、本当入ったんですよ。僕ら横で見てたんですけどね、袖で見てて、そう、入る瞬間入って、はい、うわ、どうすんのかなと思ったんですけど、まあ、さすがプロだなと思ったのが、口に入りながらもとりあえずペンとかできないから、そうです、ガンガンガンって、なんかちょっと滑舌悪い感じになりながら歌ってるんですよね。ほわほわしながらも歌い続けたんですよ、歌い続けて、さすがプロ、すごいなと思って、うん、で、また次のサビで盛り上がってくるところで、うん、同じくなーと大きな口開けたら、そこで前前ががすごい羽ばたいてまして、口の中でバタバタしてて、あ、もうこれは正直、まあ、そのお祭り会場に行った方はね、びっくりしましたけど、うん、はい、その方のプライドにかけて絶対よそでは言えない話だなと言っちゃってますけどね、名前は名前を伏せさせていただいてね、禁断である、はい、ちょっと有名な演歌歌手の方と、ね、禁断のコンビ誕生。世界崩壊のとんでもない危機に相性最悪な2人が挑む。スムーディーダン、ザ・テラブル・スパイ・カウボーイ、コードネームアンクル。Hold on, cowboy!